リバーとは、ベータ・ラクタム薬によって、バンコマイシン体制が誘導される、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌である。検出倍置には4マイクログラム、ミリリットルの VCM 含ユーム寒天点媒を用いる。現在は、VCM の耐性基準が変更されたため、2マイクログラム、ミリリットルの VCM 含ユー媒での検出が検討されている。 このような耐性菌検出に酸3イチや B アガーを用いることには異論が唱えられている。酸3イチの場合、細胞壁構成成分の一成分である DALADALA が入っている。この物質に VCM が結合して失活しているとの噂が流されていた。しかし VCM は DALAD アには結合しない。VCM は アシル DALADALA に結合することは専門家であれば周知の事実である。また、細胞壁構成成分はレスティングミディアムと呼ばれて1960年代から細胞壁合成の研究に用いられているが、その名の通り、この倍値のみでは最近は増殖できない。単に細胞壁合成を活性化させるのみである。 現在までのビバーについて判明している事実は、北里大学病院と福岡大学病院から臨床例としてビバーが報告されている。ヘテロビザである無3株もビザである無50株もビバーの性質を有すことは国際学会でも論文でも公表されている。当初はヘテロビザの中にビバーの性質は含まれていたが、ヘテロビザが定義されたことでビバーの性質は除外されてしまった。 その定義前には、ヘテロビザの検出に、ベータラクタム薬による VCM 体制の誘導、減少を利用しており、その方法を用いて、ヘテロビザを検出したと韓国をはじめとした各国から、論文として報告されていた。この矛盾を訂正するために、ヘテロビザの VCM に対する個々の細胞の感受性とビバーの、ベータラクタム薬による VCM 体制の誘導が、区別された。 ありがとうございます。